ランディ・サベージ、マッチョマン・ランディ・サベージ、マッチョマン・ランディ・サベージ、本名、ランドル・マリオ・パフォー、1952年11月15日から2011年5月20日は、アメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州コロンバス出身のイタリア系アメリカ人。キャリア前政児は、当時の居住地である、フロリダ州、サラ・ソータ出身と紹介されていた。 デトロイト、レキシントン、メンフィスなどのローカルテリトリーを経て、WWF や WCW で活躍した。父のアンジェロ・ポフホ、弟のザ・ジニアス・ラニー・ポフホもプロレスラーである。プロレスラーになる以前は、野球選手で、1970年代前半まで、セントルイス・カージナルス、シンシナ・ティレッツ、シカゴ・ホワイトソックスのマイナーリーグで、キャッチャーとしてプレーしていた。 1973年11月、野球のオフシーズンにプロレスラーとしてデビューを果たす。その後、肩の故障で野球を引退してプロレスに専念。覆面レスラーのザ・スパイダーや本名のランディ・ポフォの名義でジョージアやフロリダ、ミッドアトランティックなど上の参加テリトリーを転戦してキャリアを積む。海外修行時代の日本の若手レスラーとも試合を行っており、 フロリダでは1975年に、三つ尾吉田こと、長州力。ミッドアトランティックでは1976年に、ドクター・藤波こと、藤波達ミ・と対戦。父・アンジェロ・ポッフォも主戦場としていたデトロイト地区では、ザ・シークの US ヘビー級王座に挑戦した。1977年下記より、ランディ・サベージのリングネームを用い、1978年からは、 アンジェロが設立したケンタッキー州歴ントンの独立団体 ICW に弟のラニー・ポフホと共に参画。ボブ・ループ、ボブ・オートン・ジュニア、ロニー・ガービン、クラッシャー・ブルームフィールドらとタイトルを争った。しかし、経営の悪化により ICW は解散。1983年からは同じくケンタッキーをサーキットエリアとしていたジェリー・ジャレット、 後のティネ創設者が主催するテネシー州メンフィスのクアのアスワに転出した。クアではジェリーローラーとアワ南部ヘビー級王座をめぐって対戦を繰り広げ、オースチンアイドルともインターナショナルヘビー級王座をかけた構想を展開。タック戦線でもラニーと組んでリッキー・モートンとロバート・ギブソンのロックンロール・エクスプレスとの構想で活躍した。 1984年12月30日には、後に、マネージャーとなるミス・エリザベスこと、エリザベス・ヒューレットと結婚した。1985年6月8日、ジェリー・ローラーとの敗者追放マッチに敗れて、クアを去り、妻のエリザベスをマネージャーに、WWF に登場。若手時代に、デトロイトで開校したパンピロ・フィルポーもした、おーいえー、大きめゼリフにトップヒールとして、 頭角を表し、翌1986年2月8日には、ティト・サンタナから、インターコンチネンタルヘビー級王座、イカ IC 王座を奪取した。1987年3月29日に、ミシガン州で開催された、レッスルマニア e では、リッキー・スティムボートと歴史に残る IC 王座戦を展開。この試合で IC 王から転落すると、ベビーフェイスに転向し、 エリザベスとの二人三脚で人気をさらに高める。1988年3月27日にニュージャージー州アトランティックシティで開催されたレッスルマニア4の WWF 世界王者決定トーナメントでは俳優活動も始めたハルク・ホーガンを抑えメインイベントに適された。ホーガンとエリザベスのサポートもあり決勝でテッド・デビアスを破り WWF 世界ヘビー級王座を獲得、名実ともに、WWF のトップスターまで上り詰めた。1988年に、ハルク・ホーガンとのタッグチーム、メガパワーズ、ザ・メガパワーズを結成。8月29日のサマースラム第1回大会のメインイベントでは、アンドレザ・ジャイアントデビアス、メガバックスと対戦した。しかしながら、 エリザベスをめぐる三角関係のアングルでコンビは解散し、ホーガンとの交渉に発展していく。1989年4月2日のレッスルマニア V でホーガンに敗れ、WWE 世界王座とエリザベスを同時に失う。その後はエリザベスに代わる新しい女性マネージャーとしてセンセーショナルシェリーを帯同し、再びヒールに戻ってホーガンとの交渉を継続させる。 キングを名乗っていたジム・ドゥガンを破ったことで、リングネームもマッチョマンからマッチョキングに変更し、1990年代からはダスティローデスやアルティメット・ウォリアーとの構想に入った。1991年3月24日のレッスルマニア・バイでは、アルティメット・ウォリアーとの敗者引退マッチにて30分以上の主導を繰り広げるも敗退。試合後、敗北を マネージャーのシェリーに攻められ攻撃される。その時客席からエリザベスが救出に駆けつけ、二人は復縁することになる。その後は再びベビーフェイスとなり、リングネームをマッチョマンに戻すと、同年8月26日にマディソンスクエアガーデンで行われたサマースラム1991にてエリザベスと結婚式を挙げた、中10歳には二人は1984年に、 結婚しているが、ストーリー上では、恋人同士の関係ということになっていた。以降は二人への周期にヘビを送りつけた、ジェイク・ロバーツとの交想を経て、1992年4月5日に、インディアナポリスで開催された、レッスルマニア・バイブでは、ディック・フレアを破り再び WWF、世界ヘビ級王座を、ダッシュ、9月1日に、フレアに脱回されるまで、約半年間保持した。 しかし、私生活において、同年9月18日にエリザベスと離婚すると、彼女はテレビから姿を消し、サベージも1993年からは、カラーコメンテーターが主体となり試合数は減少する。1994年に、ホーマンが WCW に移籍すると、同年10月に後を追うように、WCW に転出した。 1994年に契約金600万ドル、約7億5000万円で WCW に移籍すると、1995年と1996年に、それぞれリック・フレアを破り、WCW 世界ヘビー級王座を獲得、フレアとホーガンに次ぐ WWE と WCW の両メジャーにて、世界王者になったレスラーの一人となった。 1996年に、ホーガンが、ケビン・ナッシュ、スコット・ホールと共に、ムーを結成すると、後に、サベージもメンバーとなり、ムーをなで、エリザベスと復縁、中、実生活の復縁ではないし、ダイヤモンド・ダラス・ページと構想を繰り広げた。1998年には、当時の WCW のトップスター、スティングから、 WCW 世界ヘビー級王座を奪取するが、翌日に、ホーガンに敗れついたで王座から転落した。王ーとホーガンに不満を持ったサベージは、ナッシュと共に王ーウルフバックを結成し、ウルフバックは人気爆発となるがサベージは怪我のためほとんど試合に出場することはなく、テレビから姿をした。1999年にニュールックで復帰すると、 新しいガールフレンドのゴージャスジョージをマネージャーに、迎えると7月には、ケビン・ラッシュを破り、4度目の、WCW 世界ヘビー級王座につき、8月には、NBA の問題児、デニス・ロットマンとの一気打ちを制すなど、健在ぶりをアピールした。2000年に入ると、ホーガンや他の大御所レスラーたちと共にミリオネアーズ、クラブなるチームを決なるも、無王ほどのブレークにはならずに、 契約が切れるとともに、WCW を離脱した。しばらく、フェードアウトした後の2004年12月5日、ティネのターニングポイントに登場。ジェフ・ハーディ &AJ ・スタイルズとトリオを結成し、ザ・キングス・オブ・レスリング、ジェフ・ジレット、ケビン・ナッシュ、スコット・ホールと対戦したが、交渉の決裂によりサベージュのティネ出場は、この1試合のみにとどまった。 2009年6月には DVD マッチョ・マドネスザ・ランディサベージ・ウルティメート・コレクションが WWE からリリースされている。2011年5月20日朝、フロリダ州のハイウェイで自動車を運転中、心臓発作を起こしてコントロールを失いに,に衝突、ラルゴメディカルセンターに運ばれた者の,の容体が悪化し、死亡が確認され、没後の2015年、 WWE 電動に迎えられたインダクターは遥かガン。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。